これより麦わらのルフィを全力で援護しろ。エースの弟を？親父。今すぐ麦わらを始末しろ。麦わらボーイ、危ない。貴様、白ひげ傘下の海賊ユキシドーマ、お初にお目にかかる、モモンガ中将。ディカルバン兄弟、お前の相手はこの俺たちだぜ。内教幕外、しばしお相手願おう、ドーベルマン中将。これは我々新世界の海賊も手を貸せ。エース長はすぐそこだ、行くぞ麦わら。白ひげ傘下の海賊たちが麦わらを囲むように。なんだこいつら。急げエースの弟、今海軍の戦力は親父に向いてる。この機を逃すと大将は超えられないぞ。一点突破だ、我々と来い。石大使よ、麦わらボーイ、世界一の海賊がバナータを試している。白ひげがバナータにかけようとしてんの、とんでもないことよ。その心当てに答える覚悟はあんのかいって聞いてんの、ギャブル。白ひげのおっさんがなんだか知らねえけど、俺がここに来た理由は初めから一つだ。